みなさんこんにちは、カノンチャンネルのせーの、カノンです。今日は突然ですが、私の二重の作り方を紹介しようと思います。その前に、二重の人の中で後天的に二重になった人って実は結構いるんですよ。実は私もそのうちの一人で、昔は奥二重でした。奥二重だとプリクラとかね、よく写っても写真写りが悪くなるし、怒ってないのに怒ったように見られるっていう時もありました。そんな奥二重だった私が何をして二重になったかというと、マッサージとアイプチです。昔アイプチだけをやってた時があったんですよ。癖もつかなくって全然二重にならなかったんで、やめたんですよ。普通に挫折しました。なんで1、2年ぐらいずっと放置してました。そしたらある時、お母さんとあるね、動物系の号泣する映画を見に行ったんですよ。泣いて次の日朝起きたら目が腫れてて二重になったんですよ。腫れが引いた後も1週間くらい二重が続いたんですよ。今ならアイプチで二重になるんじゃないかと思ってアイプチ始めたんですよ。それでもやっぱり後はつかなかったんですよね。その日ね、ちょうどやってた小顔マッサージのテレビを見て、その小顔マッサージをね、1週間ぐらい2週間ぐらいかな、ずっとやってたら二重になったんですよ。マジバナです。そこで思ったのが、アイプチみたいな表面から変えようとするんじゃなくて、むくみやすい目元のむくみを取って二重を作りやすい土台を作ることが一番大事なんです。これは間違いない。朝起きただけでも目元はむくみます。今から私が実際にやってきたマッサージをやってみようと思います。まず最初に、こめかみから鎖骨にかけて指でリンパの通りを良くします。次に、ほっぺに溜まったむくみをこめかみまで持ってきたら、次は下の鎖骨まで流します。反対も同じです。次は目元の周りを1回3秒ぐらい押していきます。次に眉毛をなぞります。こめかみまで持って、あれ、ちょっと待って、ここがこめかみだわ。そして耳の後ろのくぼみからまた首を伝って鎖骨に持ってきます。これらのマッサージは今でもお風呂上がりにやってます。アイプチを使ってた時はお風呂上がりと合わせてアイプチをする前にもやってました。もし今二人で悩んでる方がいれば、ぜひとも試してみてください。ご視聴ありがとうございました。あれ、なんていうのだったっけ。耳の後ろ